あーあー、そう決定ですね。指がちょっと非常に長い。怖っ。おお、すごい。おお、出た出た、やったなやったな。いやー、しっかり寒くなりましたね。どうも、ウェルカムプランツこと翔平です。今回も本題の前に皆さんに一生のお願いがございます。画面下にあります高評価ボタンを押していただきたいです。今日来たアガベ好きのお客様に高評価ボタンがわからないって言われたんです。スマホで横にしてたらどれかわかんない。そうなんです、スマホの場合縦にしないと高評価ボタン出ないし、高評価ボタンっていうのはもうこれです。こんな感じのスマホをね、縦にしてログインして押していただきたいです。高評価ボタンを押していただきましたら皆様にとって嬉しいんじゃないかなと思うお知らせがございます。それではいきますよ。3、2、1、ポチッとですね、この度ウェルカムプランツのカッティングステッカーができました。こんな感じの、もうそのまんまカッティングステッカー。これ今ね、透明なんで分かりにくいんですけど、いわゆる抜き文字タイプで、黒いところに貼ってるんで白いロゴ文字が出てるんですけど、これね、台紙も白いしステッカーも白くて何のこっちゃ分かんないんですけど、いっぱいあります。いっぱい作りました。このウェルカムプランツのプロフィールアイコンのロゴステッカーがようやくできて、でこのロゴステッカーが何なんやって話なんですけども、店頭にご来店いただいた方でアガベが好きな方、 YouTube 見てくださっている方に無料でお配りしております。ただね、私忘れる確率が非常に高いので、ステッカー欲しいですって言っていただければお渡しいたします。そして当店の通販サイトにてドライガーデンメタルサインシリーズ、このデザインだけでなくドライガーデンメタルサインだったら何でもいいんですけども、これらを購入された方1枚無料で差し上げております。ややこしくて申し訳ないんですけども、こちらの看板とか他のアメリカン雑貨とかは、まあ、ドライガーデンメタルサインではないので、うちオリジナルのものではないので、あくまでもこのドライガーデンメタルサインシリーズ1枚以上お買い上げの方にステッカーを同梱させていただいております。ちなみにこのカッティングステッカーの貼り方なんですけども、裏側の台紙から転写シートに貼り付けるようにして取っていただきたいです。転写シート弱めなんです。貼りやすいように弱めにしてるんで、載せるように転写シートにつけていって貼りたいところに貼る、ぐーっと押さえてゆっくり転写シートを取るだけです。いずれはフルカラーのプリント印刷も計画してます。現状はカッティングタイプをお配りしております、というお知らせでした。ここからが本題なんですけども、今回は先日行いましたアガベ好きの集いの動画です。ウェルカム主体のイベントです。あくまでチームとかグループじゃないんですけども、アガベ好きな人を集めて一緒にワイワイお話をしたり、ハンバーガーやパスタロコモコをみんなでつつきながら楽しみましょうっていう回です。なんだかんだでだいたい毎月やってるんですけども、今回は初めて園芸店サイドの方が来てくれることになりました。碧南にあるココスカナリーさんです。通称カリオジです。本題へどうぞ。メリークリスマス。早いです、ハッピーバースデー。早いですね、皆さん。めっちゃ寝ちゃ寝坊しました。めっちゃ寝坊しました。ずっと待っとけよ。今日来た時も待っとけ。めちゃめちゃ寝てました。いや盗撮。いや、許可得てないですよ。出演料ちゃんと許可得てないですよ。ちょっと分からんけどバトルして、
とハデスを持ち寄って。これハデスですか？これがかっこいいですか？これ。これなんですか？同じハデスです。ハデス対決で、どっちがかっこいいか。なんかこっちの方がやっぱり大きさじゃないけどやっぱりなんやろ締まっとる感、巨子のっていう意見が出てますよ。どうですか？じゃあ左がかっこいいと思う人を挙手してください。お、まさかの？まさかの？難しい。じゃあこっちはかっこいいと思う人を挙手してください。もう決定ですね。負けた。これ今買うといくらぐらいなんですか？3万ぐらい。そんな安くなくない？このサイズですよ。そのサイズはちょうど3万ぐらい。そうなっちゃうよね。下の段はこうなる。でかいからってことですか？3以上。なんか配線が出てるみたいな。腰水的な。すごいよ。ギボシとかつけたくなりますよね。かしめて。なんかできそうな。なんかできそうな。ちょうど配線ぐらいの硬さと。抜きましょうよ、それ。コードなんか向けそうなやつだ。いいな。ビビめっちゃボールですね。じゃあもともと僕の素材がいい。だいぶいい。今ならなんと1500円になっております。お、ぼったくり1500円。これ1500円。じゃあおかしい、赤いの刺さってますよ。赤いの抜いとけばいいよ。抜いて。そうそう、抜いたら1500円。年末クリスマス。こっちに刺して。クリスマス。クリスマス。抜けばいいよ。抜いた。おかしい。抜けばいいよ。みんなおかしいよ。みんな金銭感覚が狂ってますよ。金銭感覚あるわけないじゃないですか、みんな。これも FO なんですね。うん。これかっこいい。見てほしいんですよ、これ。かっこいい。あの飼い主に懐かないタイプなんで。ああ。ハチが小さすぎてモテないですね。これ代わりおじさんのところで買ったんですよ。ええー、そうなんですか。見せなかったんですよ。ああ。こんなんですよ、小指の爪ぐらいのやつ。会いたかったんですね。これを見せたかったんですよ。小指の爪ぐらいだったのが。もう抜くと1500円になります。ああ。ちょっと待って、YouTuber っぽくする。指がちょっとあの、異形なんで。異様に長い。怖っ。これ1500円でいいんですか？やった。一番いない人だ。いや、本当そこ。一番いない人だ。なんかあげようにも。いや。下の子は好きですよ。下の子は大好きですよ。冬の暇潰しやで。いや、それ違う人です。はい、一旦ここで止めました。この後、みんなで食事をして、高速の事故渋滞にはまっていたカリオジが来てくれて、園芸店さんならではのね、大量のアガベをみんなでお買い上げです。おー、すごい。おー、かっこよ。かっこいいな、これ。チューと、もうあんまり差がないけど、1000円の差でこっちなら、ありなような。ああ、どっちも捨てがたい。どっちもなんですよね。こういう時は両方買わないといけないんだけど。さすがに同じの両方やめとこう。頭おかしくなっちゃう。多分これがチューでしょうね。中華部。まあでも本当に時間が経つとこうなるんでしょうね。そうなんですもんね。結局種がそれだとまあお金でもいいですもんね。1000円の差で大きいっちゃ大きいけど、まあもう誤差ですもんね。そうやったら1年で考えたらすぐでも勝てる見込みがあってでハデス持ってこい。分かんないけどこっちにしよう。持っちゃったからこっちにしよう。ちなみにね、今回僕が購入したのはカリオジからゲットしましたパラサナです。パラサナはね、本当にいいよ。何株あってもいいもん。これはカリオジの未生だと思うんですけども、いや、めちゃくちゃかっこいいじゃん。かっこよ。あは、ううはい、そしてここからがカリオジ主体のじゃんけん大会をやることになりました。吉田さんが温度を取ってお願いします。僕下手くそなんで。カリオ自体みんなですもんね、こういうやつって。あ、そうなんだ。まあそういうことですよね。全員でやったら永遠とアイコですよ。
カリオジに向かってみんながやって勝った人っていうのは、それそもそもね。ないと、もうマジで、マジで終わらんすよ。えらいことになる。勝ち抜けだよね。勝ち抜けですよね。カリオジに勝ち続けるっていう。はい、じゃんけん大会始めまーす。いやいや、カリオジは。カリオジはこっちで。はい、恥ずかしいじゃないですか。僕シャイなんですから。やめてください。勝った人だけ立って、負けた人は座ってください。あ、分かりやすいです。なるほど。はい、景品はそちらで。こちらで。ということで、ありがとうございます。はい、あそこ2つ、じゃあ、2つってなんか縁起悪いじゃないですか。3つ。あそこと、あとここの中で好きなやつ1個。おー。おめでとうございます。はい、3人ですね。はい、僕は特別だけでも勝ちってことなんでや。はい、じゃあ始めたいと思います。はい、はいはい、皆さん準備はいいでしょうか。はい、最初はグーでいきます。はい、はい、最初はグーじゃんけんぽい。もうパーの人のみですね。あれ、もう少ない。もう次で決まりそうですね。決まりました。最初はグーじゃんけんぽい。おー、すごい。すごい、持ってるな。打ち抜け。すごー。一人だけ。これ、またみんな一斉に。この場合はもうリセットなんですね。なるほど、なるほど。確かに。いや、いいです、いいです。僕は撮りたいんで。参加したい方がいいですよね。いや、いや。買ってくれてるんで。何弱いと思う。じゃあ、行きます。決めました。行きます。最初はグー、じゃんけんぽい。よっ。え、金髪勝つんかい。行きます。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、みんな、悟空ですか。あ、あら、アイコはいいんじゃないの。アイコはじゃあ、よしということで、はい、行きましょう。これはもう、これはもう、これあのー、これさえ勝っても譲ってくれるんだよ。え、ちょっと待って、あの人、空気読めてないですね。最初はグー、じゃんけんぽい。ああ出た出た。やったなぁ。やったなぁ。やったなぁ。あいつやったなぁ。あれはなしですよ。これはもちろん譲るんで、あと2つですよね。あと2つですね。参加者ダメなんですよ。弱いとか言ってきたから強いですからね。何でもまたリセットですね。リセットいいですか。リセットしましょう。歌いますまで。じゃあもう一回いきましょう。はい、皆さん、はい、いきましょう。はい、いきます。最初はグーじゃんけんぽい。グー結構いいですか。じゃあいきます。最初はグーじゃんけんぽい。あー、2人。まあ、ここはもう2人でサドンデスじゃん。サドンデスじゃん。サドンデスじゃん。あと負担下がるはずなの。はい、1個でしょ。1回ずつね。これでしょ。みんなにこう。もう。どうだどうだ。こうです。この中から。すごい。あ、そこですか。あ。あ、もうかける。トラックはなし。このトラックはあのあ、ー、後で帰ってもらうっていう。トラックなし。代わりのやつくれればいいんですけど。最低だな。ラジオフライヤーで買いますから、ね。ここ絶対カットさせんぞ。ここ絶対カットですよ、うん。絶対カットさせん。これあ、パラサナ。パラサナで。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あとじゃあ一人ですね。あと一人ですね。はい、もう一回やりましょう。もう一回。はい、こちらこれで最後になります。皆さん頑張ってください。はい、はい、頑張りましょう。行きましょう。はい、はい、最初はグーじゃんけんぽい。はあ、少ない。あ、もう二人。梅昌平さん。二人でじゃんけんということで。最初はグー。
はい、後藤さん。おめでとうございます。何でもいいって言われると悩む。そうですね。センスも問われる。シャークスキン。シャークスキンです。はい、シャークスキン。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いいですね。という感じで、2023年、今年最後のアガベ好きの集いファイナルにふさわしい集まりになったなと思いました。全く動画に映ってないですけどね、とうとうお船持ち社長が来てくれて、明るいコミュ障なんですよ、あの方。なんで絶対に来ないだろうなと思ってましたし、意外にも来たんだけども、アガベ全く分かんないんで誰も関われないっていう不思議な状況に陥りましたけども、とうとうお船持ち社長が来たり、最後に面白い集まりができたかなと。なかなかないと思うんですけども、一応言っておきます、園芸店さんサイドの出店参加もちろん OK です。アガベは1株5000円までっていうリミットは設けてるんですけども、出店料等いただきません。ただ今回カリオジがやってくれたじゃんけん大会が盛り上がったのもあるので、もしもですよ、園芸店さん出ていただけるとかあるならば、じゃんけん大会の景品とか持ってきていただけると嬉しいな。まあ僕はね参加できないんですけども、盛り上がるのでフットワークの軽いお店の方がいるといいなと思います。いますかね。この動画が面白いと思ってくださった方、よろしければチャンネル登録、高評価、そしてアガベ好きの集い今後参加お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、ウェルカムでした。